はいどうも、富山です。藤川球児投手が、今シーズン限りでね、まあ引退するということで、今年はね、プロ19年目ということで、まあ通算250セーブにね、まああと5セーブというところだったんですけど、まあ本人はね、まあセーブ記録というところにはね、まああまり興味がないみたいで、まあその、ボールの勢いとか、まあ、体のキレっていうのがね、まあ、本人の満足するところまでね、まあいかないということで、まあ、自らね、まあ、引退を申し入れるというね、形になりました。藤川球児投手はね、まあ、この長年ね、阪神タイガースをまあ伝えてくれて、まあ、JFK の一角としてね、まあ、君臨して、阪神タイガースの、ね、最強のクローザー、まあ、2回ね、最多セーブのタイトルを獲得したりとか、まあ、それより何よりね、2005年からね、8年間の、まあ、一度もね、こうまあ、スランプに陥らなかったというか、うん、まあ、安定した成績をね、まあ、ずっと残していて、ここがね、まあ、一番すごいところですよね。毎年ね、40から50ぐらいの登板数をこなしていて、まあ、その中でのね、タイロン・ウッズ選手との対決だったりとか、まあ、オールスターでね、カブレラ選手とのオールストレート対決、まあ、予告ストレートっていうのもありましたね。はい。まあ、そういうね、まあ、ストレートでね、名場面を作ってきた選手で、まあ、自分がね、まあ、阪神ファン、になった時にはもうすでにクローザーで、まあ、その火の玉ストレートでね、まあ、抑えているところっていうのをまあ見てきたんで、まあ、そのね、ベテランの選手、阪神タイガースでね、頑張ってきたベテランの選手がこうね、今引退するということで、ちょっとね、寂しいですね。はい。まあ、今シーズンね、11試合に登板して、1勝3敗2セーブ、まあ、防御率がね、7.20 ということで、まあ、ちょっとね、本来とはかけ離れた成績で、まあ、いよいよその衰えというのが来てしまったのかなと、まあ、自分もねちょっと思っていたんですけど、まあ、本人もねその引退会見でね、まあ、その連投するのが、しんどくなってきたと、まあ、体がね、悲鳴をね上げているっていうところが一番大きかったみたいで、まあ、そのプロ野球はねその6連戦というのが、まあ、まあデフォで、まあ、その中でね連投するのが自分のモットーっていうふうに藤川球児投手は言っていて、まあ、それがね、まあ、できなくなったというところで、まあ、引退っていうのをね、まあ、決断されたと言っていたんですけど、まあやっぱりね、まあ、藤川球児投手がね、まあ、一旦メジャーリーグに行って、その後ね、戻ってきて、まあ、そこからね、最初は先発で起用されたんですけど、なかなか結果が出なくて、まあ、リリーフに回って、まあ、正直ね、どこまで藤川球児投手が戻るのか、かつての輝きっていうのが、うん、まあ、本当にね、中継ぎでもう取り戻せるのかっていうのが、だいぶね、不安視されていたんですけど、見事にその輝きを取り戻して、ストレートばっかりでね、まあ、勝負するというスタイルではなくなってはいたんですけど、去年とか、普通にクローザーを任されたりとか、まあ、その前もとかもね、防御率とか2点台で、うん、まあ、去年に関しては1点台なんでね、本当にもう素晴らしいカムバックというか、成績をね、残してくれたんですけど、いや、やっぱりね、ここまでのね、活躍をするとはちょっと思っていなかったので、そのメジャーから戻ってきたらね、いや、これはね、本当に素晴らしいことだと思いますよ。まあ、このタイミングでね、まあ、発表っていうのも、まあ、なんか理由があったみたいで、あの、藤川球児投手なんか言うには、まあ、その今コロナでね、球場に5000人しか入れないんですけど、自分のこの引退の発表が遅れてしまうと、その自分の投げてる姿を見たいファンが、1試合でね、5000人っていう限られてる人数なんで、自分のね、投げてる姿を見たくても見えない人っていうのが多くなってしまうから、まあ、ここでね、今ね、発表することによって、今後のね、試合で藤川球児投手を目当てに見たいと思うファンがね、たくさん見れるということで、まあ、1人でもね、多くのファンにそのチャンスを与えたいということでね、まあ、本当にね、人間としてもね、素晴らしい人ですね。はい。まあ、やっぱりね、まあ、藤川球児投手っていうのは、まあ、阪神タイガースのまあレジェンドなわけで、まあ、今後もね、まあ、ピッチングコーチなり、まあ、監督というのもね、まあ、あり得るんで、まあ、今後も阪神タイガースにね、関わって、まあ、くれるとは思うんで、はい、まあ、またね、姿を見ることは多分あるとは思うんですけど、まあ、そのプレーしてる姿はね、まあ、見えなくなるっていうのはね、まあ、ちょっと残念ですね。まあ、今の阪神タイガースでもね、阪神タイガース出身で、そこで育ってね、何年も何年も活躍してる選手っていうのが、まあ、今の阪神ではね、まあ、そんなにいないんでね、まあ、こういうね、藤川球児投手っていうのを、まあ、見習ってというか、短い時間なんですけど、まあ、そういうね、まあ、レジェンドの姿を見てね、今いる阪神タイガースの若手選手なり、中堅選手はね、自分もこういうレジェンドになるんだっていうね、気持ちを持ってね、まあ、より一層ね、プレーを、頑張ってほしいですね。はい。まあ、こういうスター選手っていうのが阪神タイガースは欠けていて、まあ、伊藤選手とかね、まあ、西投手とか、うん、まあ、その他球団から来た選手で、まあ、そのスター選手、一流選手っていうのはまあいるんですけど、まあ、福留選手もそうですけど、まあ、そのなかなかね、生え抜きでね、スター選手、そのまあ、オールスターに、何年も選ばれたりとか、まあ、日本代表とかね、まあ、背負う選手っていうのがなかなか現れてこなくて、
まあ、上野選手とかはね、まあ、そのスター選手になりつつある、まあ、日本代表にね、まあ、多分次はね選ばれると思うんで、まあ、阪神タイガースのレジェンドになっていくのかなと、まあ、思うんですけど、まあ、藤浪投手なりね、まあ、ポテンシャルが高い選手というのはまあいるんで、まあ、今のね、この現状スター選手があまりいないという現状をまあ受け止めてね、自分がなるんだっていうことをね、まあ、一人一人が思ってね、はい、まあ、頑張っていってほしいです。それでは、藤川球児投手、まだねシーズン終わってないんですけど、19年間、お疲れ様でした。